ちょうどいいところに。ふふふ、私ついに成し遂げましたよ。地球側の様子を伺う仕組み完成です。簡単に言ってしまえば、棺さんたちの様子を映像情報で確認できるようにしたんです。いやー、苦労しましたよ。いえいえいいえ、繰り返しますが、覗きではありません。これはれっきとした情報収集です。地球の脅威は過ぎ去ったとはいえ、エーテルは広まったままですし、幻想死もたびたび発生しています。もたらされる情報で動くのではなく、可能な限り状況を注視し、機先を制して動き出す、これも寛容です。そのための仕組みなんですよ。決して覗き目的ってわけではありません。さてさて、それではどんな情報が収集できるか試してみましょう。やっぱりお風呂は生き返る。この学校のいいところは、ひとえに寮のお風呂の大きさにあるよね。うん、まあそれは同意なんだけど、なんでいるのよあんたたち。私たちがどこにいようが、どこの風呂入ろうが、あんたに文句言われる筋合いなんて 100% ない。付け加えるなら、こう見えて寮長だから。寮長になったってのも納得いかないのな。ちょうど交代の時期だったとはいえ、タイミング良すぎでしょう。あのね、その物言い教師に失礼でしょ。あたしたちただでさえ年上なんだから、きちんと敬意を払いなさい、生徒会長。いやだよ、別にあたしの担任でもないし。今度のテストのだけ 200% 難しくしてあげようか。やってみなさいよ、真っ向勝負で満点取ってみせるから。お二人とも、風呂は戦場ではありません。決して暴れないようにお願いしますよ。はい。ちょっと、どうしてバレグがいるのよ。これこそまるっきり部外者じゃない。なんとか言ってきなさいよ、生徒会長。何度言っても聞かないのよ。っていうか、そういうのは教師の仕事でしょ。ほら、オーク先生、いけいけ。またやってる。飽きないな、二人とも。なんだか似てて可愛いけど。その胸、え、胸どうやって大きくしたの。私ももっと大きくしたい。いや別に何かを意識したわけでもなくて。何食べてたの、何考えてたの、どうやったの、どうやればいいの。ねえ、私よりワルグさんの方が大きいだから、そっちに聞いてみたらいいんじゃないかな。日々の訓練の賜物です。こんなんででかくなってたまるか。絶対 100% ありえない。ふう、いろいろやってるけど全部効果なしだもんね。うっさいよフル。いいのよ、あんなの 100% 無駄な脂肪よ、脂肪。ほら棺、あんたも何か言ってやりなさい。いや、さすがにあんたと一緒にされるのはちょっと。0と1の間には絶対的な差があるってどっかの新任教師さんに習ったし。やかましい。あいつらに比べれば、私もフロもあんたも全部誤差よ、誤差。誤差でかすぎだよクー。あ、そういえばこの前、そんな文言の文句つけて
の援護って男の子の課題突き返してたよね。なんであいつの話が出てくるの。それは関係ないでしょうが。ああ申し訳ないけど兄さんは大きい方が好きだと思うよ。男ってみんなそうじゃない？ねえ、コーリー。私に振らないでよ。男の人には興味ないし、私は棺ちゃんぐらいのが好きだよ。どうでもいい情報が入ってきた。もうだったらその持ち腐れてるの私に 50% ぐらいよこしなさい。ふう、教師が生徒にセクハラはよくない。セクハラじゃないわよ。これはスキンシップよ。オラオラオラ。おやめなさい、オーク。見苦しいですよ。本当の愛とは、最終的には体を超越します。お嬢さん方が言っているような胸の大きさなど、さしたら問題ではありません。重要なのは、おのおのの心です。皆さんは今回の事件でそれを学んだはずでは？皆さん、まだまだお若い。素敵な恋をし、正しき愛を育むと嬉しい。それこそが人の営みというものなのですから。すごい説得力。経験者は語るってやつだね。経験者なの？私が知るわけないでしょ。つかぬことを伺いますが、タレコさんって何歳なんですか？いきなり暴行だ。すごいな、このやめれ。しかし、いい人は誰も聞きたかったことよ。さえちょっこりん。出てきた年月の値に意味はありません。心がそうありたいと願うようにですよ。私は何も見ませんでした。あなたも同じ。約束だと思って、二人の秘密としましょう。あやや、いいところに。こちらへどうぞ。さあさあ、地球の情報収集ですよ。情報収集。私とあなただけの秘密の情報始めちゃいましょう。ほら、女性陣だけの動きを追っていても状況がつかみにくいじゃないですか。アル君やエンガさんの周りもどうなってるのか見てみるべきだなと思いまして。さあさあ、見ちゃいましょう。地球は今どんな感じなんですかと。否定しないが、何なんだよこの場のメンツは。ほほ、ずいぶんと難しい顔をしておるな。地学の特別講師で来てたあんたはまだいい。問題はてめえだ、てめえ。何しれっと混ざってやがる、アニエハギト。しっけえな。私は OB だし、多大な寄付もしている。いわばこの学校を支えている存在だよ。敬意を払われこそすれだろ。あのな、てめえのせいでこっちがどんだけ迷惑被ってると思ってやがんだ。
だからその謝罪の意を言葉だけでなく寄付や慈善事業という形で表しているんじゃないか。一晩ぐらい昔を懐かしんでいる私を寮に泊めてくれたっていいだろう。すまんの、マザークラスタに入った時からこんなやつなんじゃよ。じいさんが謝ることじゃねえよ。でも賑やかなのっていいよね。僕みんなと一緒が一番楽しいよ。お姉ちゃんたちも一緒に来ればよかったのに。アホ、そんなことしたら大騒ぎだ。前は一緒に入ったのに。おい出てけクソオビ。重ね重ね失礼だな君は。健全な男子は同年代異性の身体事情に興味津々なものだろう。ここは男だけの場なんだ。何を遠慮する必要があるんだ。そういえば縁がよ、むしは何やら多くに気を持たれているように見えたが。乗ってくんのかよじいさん。ふうふう、君は貧乳が好きなんだね。好きなんて一言も言ってねえ。あとてめえはもう少し表現をオブラートに包め。お兄ちゃん、貧乳って何？ねえ、何何？くっそめんどくせえ飛びだな。ああ、棺だ棺。棺みたいな胸のことだ。ストーンって感じで何もなかっただろ。え、お姉ちゃんの胸ポヨッとしてたよ。何だと？でも氷の方がもっとすごかった。ポヨヨヨ感じだった。確かにわしの宮氷は良い発育をしておるの。あれは非常に感服であったぞ。だから乗っかるんじゃねえよエロジジいいね、男同士の会話っぽくなってきた。ああ、学生の頃にもこういう話をしてみたかったな。お前ほんと一人ぼっちだったんだな。よくそれで生徒会長やれたな。まあ優秀だったからね。私は今の一言で嫌われてた理由もよくわかったぞ。それで円楽君、君の好みはどうなんだ？でっかいのかい、ちっちゃいのかい？ちなみに私はどちらでもかだ。小さいには小さき美、大には大なる美があるからね。うっせ、聞いてもいねえことをベラベラ喋ってんじゃねえよ。杉くんと氷くんで言うならば断然氷くんになる。てめえいい度胸だ、表出ろ。なぜだい、やはり君は貧乳が好きなのかい。ならなおさら王空とはお似合いじゃないか。私の最新アプリで仲を取り戻うか。本気で死ぬか。ああ、アルくん、君はどうだい。直に触れてみて、杉くんと氷くん、どちらの胸の中が良かったんだ？よくわからないけど、抱きしめてくれるのは好き。氷のは時々息苦しいから時々嫌いだけど、あったかいから二人とも好きだよ。そうか、つまり私と同意見ということだね。てめえのたたれた意見をあるのイノセントな思いに重ねてんじゃねえ。若いの、こういった一幕こそ平和の語源というものなんじゃろうな、マザーよ。情報収集は終了です。今の映像情報は私がしっかり厳重に内密に保管させてもらいますので。はい、もしもし聞こえていますか？
無事通じてるようですね。よかった。こうして連絡させていただいたのは、折り入ってのお願いがあるからです。私とサシで戦いませんか？いろいろと落ち着いてきましたし、ここらで一戦どうかと思いまして、決闘の申し込みです。ヒューイさんやクラリス・クレイスさんにもお誘いをかけたのですが、シエラさんにアークスの規定がうんぬんと断られてしまいました。その点、あなたはアークスの規定に縛られない存在なわけですから、断りにくいかなと。そういうのダメです。あらあら、うるさい人がいらっしゃいましたね。それでは楽しみにしていますよ。ああ、もう切られた。今の通信、決闘の申し込みでしょ。まったく、強そうな相手にどんどん挑戦状を送りつけてるみたいで困っちゃいます。無理に受ける必要はありませんよ。あれは彼女の暇つぶしなんですからね。まああなたが戦いたいというのなら止めはしませんけど、めっちゃくちゃ強いですよあの人。やるつもりなら本当に気をつけてくださいね。お待ちしていました。あなたならきっと来てくれると思ってました。この場は私たちの闘争のために用意させた不可侵の場です。どれだけ暴れても問題はありません。わかりますか？ここでならお互いに全力で戦えるのです。一目見た時からあなたと思っていました。この私の力を受け止めてくれるのはあなただと。褒美も報酬もありません。この戦いの勝者に与えられるのは名誉と称号のみ。創世より今のこの時まで磨き抜かれた私の血肉の果て、味わっていただけますか？それでは参ります。私が負けた？こんなことが現実に起こるなんて。素晴らしい。すでに自らを極地と思っていた私もまだ道半ばだったということですね。なんたるおごり、なんたる未熟ですが、これだからこそ人生は面白い。ありがとうございます。私は私の未熟を知りました。そして同時に嬉しいのです。私はまだ強くなれる。人の限界はまだ遥か高みにあることが知れたので、今日のこの戦い、私の長い生涯においても絶対に忘れることはないでしょう。負けて悔しいのもまた人だからこそ。次は負けませんよ。
ふむ、まずまずといったところ。しかしあなたはこの程度ではないはず。あなたはまだまだ強くなる。いつでも挑戦お待ちしております。